今回は、ズームして光る文字を作ってみましょう。シーケンス1にバックグラウンドになる映像と文字を載せます。この時、文字はタイトルトラックではなく、ビデオトラックに配置してください。 シーケンス2にも同じ文字を配置します。ディレーションは3秒にしてください。文字のエッジとシャドウは取り除き、文字の色は白の単色にします。これを自動で名前を付けて保存するか、名前を付けて保存して別なファイルにします。ビデオレイアウトを開きます。クリップの先頭の伸縮を100%。 中央の1秒15フレームのところは1000%。クリップの最後は100%にします。動き方は全てベジェです。これで動きを見てみましょう。単純なズームイン、ズームアウトです。さらに、先頭から10フレームのところのアンカーと位置の X の値を30%にします。そして、 最後から10フレーム前のところのアンカーと位置の X の値をマイナス30%にします。この動き方もベジェです。再び動きを見てみましょう。このようになります。クリップの透明度をシフトキーを押しながらマウスで動かして約10%になるようにします。今のトラックの上に 19個トラックを追加してくださいすべてのトラックにトラック1のクリップをコピーペーストします 2V のビデオレイアウトを開きます1秒15フレームのところの伸縮を955%にします伸縮が1000%から100%まで20段階に減っていくため クリップが上に行くに従って45%ずつ減っていきます。一覧表の数値のように、それぞれのトラックの伸縮を変えてください。これをファイルに出力してください。このようなものが出来上がります。出来上がったファイルを、シーケンス 1-3-V に配置します。 そして、クリップの前後を透明度で10フレームのフェードイン、フェードアウトになるように設定します。このクリップに加算合計を適用します。再生してみましょう。では、最終調整に入ります。先ほど出来上がったクリップに、 ビデオフィルタのブラーをかけます。ブラーの半径は50にします。少し柔らかい感じになりました。さらに YUV カーブを入れます。設定は好みですが、このくらいにしてください。 光が強くなりました。ホワイトバランスを入れます。設定はグレーバランスだけを変えてください。ブラックバランスを変えるとバックグラウンドの映像の色が変わってしまいますので注意してください。これで完成です。 このホワイトバランスフィルタの設定を変えると色が変わり YUV カーブの設定をこのような曲線にするとこんな感じに変わりますまたブラーの半径を100にするとさらに柔らかくなります設定を変えていろいろ試してください